はい。こんにちは。ラガー・トキャオです。ちょっと立て続けに、オッポさんのお話になってしまいますけども。えっ、ー、と、すでにグローバルでは発表、あ、グローバルってか、まあ、中国か。中国では発表されていた、オッポリノ3プロですね。こちらが、いよいよと、グローバル版、 発表が近づいてきてるというところで、まあ単純にいつもだったら、あの、まあその、ちゃっと触れて終わりぐらいになるんですけど、今回その先に発表されていたオ r ポリノ3 Pro よりも、このグローバル版のリノ3 Pro の方が、スペック的にアップされてるっていうところがですね、まああの、リーク段階から言われていまして、 で、そういう流れの中で、OPPO がですね、この、いよいよこのリノ3プロのグローバル版に関しての、なんていうんですかね、えー、CM 広告動画っていうんですかね、それをいろいろと上げ始めて、あの、ちょっと分かってきたんで、そこについてお話をしていこうと思っています。まあ、ベースのスペックはおそらくほぼほぼ変わらないのかなっていうところはあるんですけど、まあでも SOC ぐらいちょっとアップデートしてくれると、 まあ、リノシリーズ自体がそんな別にハイスペックではもともとないんですけど、またイメージ変わるのかなっていうところなんでね。そこもちょっと期待したいんですが、今回動画が3本ぐらい上がってんのかな。改めて上がってるんですけど、まあ、どれもテーマは一緒です。えっ、ー、と、インカメラですね。インカメラに関してのところなので、まあ、ここまで言っちゃうと、ちょっとその、動画の視聴してるね。 あの、属性上、あんまり、こう、気にしてない人たちがもしかしたら多いかもしれないんだけども、一応このスマートフォンとして捉えたときに、しっかりとそういうね、ところも、あの、アップデートしてくると、スマートフォンとしての高みを、まあ、上がっていこうとしてると、いうところでちょっと認めてもらいたいなっていうふうに思うんですが、この、インカメラ、今回あの、パンチホールです。おっぽりの3プロ。 ですね。これ、二眼というところなので、まあ、ここまでだと、まあ、例えばサムスンだったりとか、え、ね、え、まあ、もちろんそのパンチホールでなくともインカメラ二眼っていうのは他のメーカーでもやさにするし、そんなに新しいことではないっていうところなんで、ただまあ、オッポとしてはこの二眼パンチホールっていうのがま、アピールしてるんですけどね。で、もう一つ、このま、関連動画から出てきたところが、インカメラでの、 ナイトモード搭載というところですね。まあ、ナイトモードっていうと、まあ、暗所撮影特化の機能っていうところですね。そういう、何て言うんですかね、カメラ機能の、まあ、お弁当が作られてるというところだというところで、まあ、認識しておいた方がいしてればいいとは思うんですけども、サムスンなんかもね、昨年、 え、ノート10なんかはそうだし、それ以前のモデルにアップデートでというところで、え、アウトカメラでの、ま、暗所撮影機能として、スーパーナイトモードを搭載してきたりしました。ま、もともとあの、暗所撮影においては、ファーウェイに、ま、部があるというところでですね、そういう評価もされてきたところの、まあ、なんていうんですかね、バチバチとやり合っているファーウェイとサムスンらしく、サムスンもそこにこうぶつかっていったと、 自分たちが、あの、よ、弱、弱,いと弱点だと言われたところを克服しようとしてきたというところで搭載してきたわけですけども、まあ、これをですね、OPPO さんは、インカメラにも、セルフィーでの撮影でも対応させてくるというところですよ。まあ名前こそ同じであれ、まあ一応それぞれね、あの別の手法というかやり方で、いろいろとこうソフトウェアの、まあ改善も含めてやってくるんだと思いますけども、ええ、あの、 まあ、それは当然なんですよね。ええー、まあ旅行とか行って、まあこの夜景を撮るとかっていうことももちろんそうだけども、そこに自分が映り込むと言った時に、まあ誰かに撮ってもらうパターンももちろんあるとは思いますけども、まあ自分たちで撮ると。夜景とかも含めて撮るとか。まあもしくは別にその夜景だけでなくとも、ちょっとさ夜飲んでる時とか、そういうとこも含めてだし、まあ若干その、 まあ、アウトドアとかで、ね、昼間であってもね、森の中とか行ったりすると、ちょっと薄暗くなったりはするじゃないですか。まあ、そういうとこでもいい写真が撮れるようにってなるし、あの、様々な街もそうだし、自然の中でもそうだし、結構役に立つシーンっていうのはいっぱいあると思うんですけど、まあ、そこで、えー、インカメラにもスーパーナイトモードを搭載してくるというところになるそうです。また、えー、画素数も、 4400万画素というところで、先日ね、あの、正式発表された Galaxy の S20 ウルトラが、あの、Galaxy 史上初めてインカメラ4000万画素というものを搭載してきましたと。今まではまあ1000万画素ぐらいのものを搭載していたのを、ウルトラでは4000万画素というところでやってましたけども、おっぽさんも。 ね、もともと、あのー、中国国内で発表されていたリノスリープロからグローバル版ではそこをアップデートさせて、画素数もアップデートさせての4400万画素で来るというとこですよ。これなかなか強いぞ。えー、ここはね、あのー、自撮り群というかセルフィーをする若い人たちなんか特にそうですけど、割と刺さりやすい ところかなっていうふうには思うんですよね。もちろんなんかちょっとおっぽっていう知名度が邪魔はする部分ではあるんですけども、単純に4400万画素という画素数で,2で、二眼で、そしてスーパーナイドモード、暗証撮影にも OK ですっていう、まあそれぞれのキーワードは結構、その TikTok とかももちろんそうですけど、あのインスタとかね。 もうそういうものだし、あの自分たちで写真を撮っていく若い世代には刺さるキーワードだなっていうふうに個人的には思っています。で、もちろんですね、画素数だけ上げりゃいいってもんじゃないっていう、まあ言葉も未だにあるとは思うんですけど、スマートフォンに限ってはそうじゃないと。現状では画素数を上げて、かつアプリケーション等々を駆使して、 本体の機能をプラスアルファで加工をしていくっていうのが前提になるんで、画素数こそが正義な部分があるんですよ。あの別の見方からするとね。で、そういう別角度からの見方ができるのがスマートフォンのカメラだと思うので、この4400万画素まで上げてきたっていうのは、俺の中では正義だと思ってます。これはね、やってきたなと。 ねえ。まあ以前から、まあ中国、あとはまあ韓国メーカーっていうのは、そのセルフィーに対しての力の入れ具合っていうのは、その補正とかね、補正の能力値もそうですけども、結構ね、注力してたじゃないですか。で、そういうところから、まあ今では、 例えばまあ iPhone でももちろん補正はしてくれるようにね、それが少しずつ強くなっていってはいますけども、<laughs> まあむしろなんかね、ピクセルの方が結構自然な色合いにしてくれるとかね、そういうのは最近ありますけども、まあそれでもやっぱりまだまだアプリを使っての加工っていうのはしていくわけですよね。で、まあいろんなですね、ガジェットメディアだったりとか、まああとはそのメーカー自体の調査だったりとかも含めてね、いろんな検証結果が上がったりしてますけど、 iPhone 以外の,その中華系のスマートフォンメーカーが、まあ独自ではありますよ。彼ら独自ではありますけど、なんか街中で試させたりとかしてるところで言うと、ね、なんかその,その中華メーカーのスマートフォンの方がセルフィーでは高評価を受けたりとかっていうのがね、出てってるわけじゃないですか。まあ実際にその本人たちがその後買うかどうかっていうのは、なかなかそこに結びついてないんだと思いますけど。 やっぱりそのセルフィーだけでで選んでるわけけじゃないいと思ううのから iPhone っていうのはね、うん、だけども、やっぱそういうセルフィー一つ撮ってみると、そういうところがあって、そういう中で言うと、自分たちの得意としていく、もしくは突き進もうとしていたところの、それをですね、よりまた尖らせてきたっていうのは、 これはもう当然ながらですね、まあ、歓迎すべき進化だなっていうふうに思いますし、あとはまあ、その他のね、部分でもブラッシュアップは期待できるのかなっていうふうに逆に思えてくる部分でありますよね。まさかこれでは終わりではないでしょうと。ね、その他にも中国版とグローバル版ではまたちょっとアップさせてきてんじゃないのっていうのがね。 あの、一応リーク情報とかもいろいろ出てきてはいますけども、やっぱ期待はしてい,いく、なんていうんですかね、このきっかけにはなりますよね。このインカメラ関係の動画3本公開っていうのは。だ個人的にはですね、まあ、ちょっと明るいおっぽの未来が見えてきたのかなっていうふうに思うところではあります。まあ、日本国内ではね、シャープからあの訴訟をね、起訴を起こされたりはするわけですけども、 ま、それ自体の、なんて言うんですかね、結果はまだ全然わかんないところではありますが、グローバルにおいてはですね、おっぽりの3プロ、いよいよ発表間近での、インカメラに関するね、動画、3本公開、ね。そこから、中国版とはまた、そこから進化させたスペックだということがわかってきたと。 いうところです。もちろん、ここを皮切りにですね、今度は、ファインド X2 ですね。ここへもまた期待はかかってきますから、とりあえずですね、スタートダッシュを今からかけていく。まあ、スタートダッシュって言ってももう2月なんで、スタートダッシュっていうところではないと思いますけども、ここからね、あの、2020年のオープンを始めていくと、動き出していくというところでは、リノス3プロ、そして、 まあ先日ね、動画に申しました新たなスマートウォッチ。おっぽとしての初めてのスマートウォッチ。ここら辺でね、ちょっとこう見せてもらいたいなというふうに思います。ということで、また見てな。バイバイ